流座用タ星 B は、流ザの方角に、地球から101.2光年離れた位置にある、K 型巨星の流座用タ星を公転する、太陽系外惑星である。この惑星は、恒星の視線速度の変化から、その存在を間接的に発見する、視線速度法で発見された。また、この惑星は初めて発見された巨星の周囲を、公転している惑星である。 2014年7月、国際天文学連合は、太陽系外惑星の発見が確定されている、惑星とその構成に正式名称を与えることを企画した。名称を決定する過程では、一般の人々からのノミネートや投票なども行われていた。最終的に、2015年12月に、リュザ座オタセイ B の正式名称を、ハイプシアに決定したことを公表した。 ハイプシアという名称は、スペインのマドリード・コンプルテンセ大学物理学部の学生会が投稿した。ハイプシアの由来は、ギリシアの著名な天文学者、数学者、哲学者ヒュパティアである。流在オタ星 B は2002年に、K 型巨星流在オタ星の視線速度の研究を行っている際に発見された、太陽系外惑星で、 巨星の周りを公転している惑星が見つかったのは初めてのことであった。扁平な軌道を持ち、巨星の明るさが周期的に変化していたことから発見につながった。ありがとうございます。